簡単と何の感情も持たずにやってほしいっていうのとかはぶれないんですよね <laughs> 俺の声かっこいいからかっこいいだろって思った <laughs> <laughs> グラビオルってやってやります。グラビオル <laughs> おあやめて撮ないで <laughs> <ー>後ろの方ですじゃ手を振ってください、はい、<laughs> ちなみにアフレコはここ全員でできたんですか そうですね。基本的にはほぼ。でもどうですか。実はこの五人の中で一人だけあんまりアフレコに一緒に取れなかった方がいるんですけども、皆さんどなただと思いますか。誰だ。誰だ。誰ですか。誰だろう。誰だ。ええよくないよこれ。じゃあみんなでお名前を呼びますか。誰だと思いますか。確かに。じゃあレスポンス言ってみますか。じゃあ皆さんまあ名字でじゃあ呼んでみてください。せーの。 みんな知ってる。どうして？なぜ？どうして知っているんですか。あんまり聞いたことないトーンの石川さん。<laughs> <laughs> あんまり言っていいのかな<と>っていう中でも、でねうん、いや石川やろっていうなんかちょっと聞きとした声も聞こえます。<laughs> <laughs> <laughs> えー、ありがとうございます呼んでいただいて中研究しました。他の4人はあったけど、あそうまあちょっとそのスケジュールの都合とかいろいろあったんですけど、はいはい、まあでも比較的まあメインキャスト5人で。うん あの取れるところは取ってっていう形でそんな一歩下がらなくていいんですよアフレコエピソードとかあればね、面白いおかしいことがあったんでしょうきっと <laughs> 石川さんもね聞きたいと思うのでちょっと聞きたいなと思いますが聞きたいなメインキャストですから <laughs> 俺の知らないアフレコエピソード知りたいな <laughs> 一緒に取ってますからじゃ石川さんは ご自身でででられてたたは、はい、どんな感じでしたかあそうですねやっぱりこう、うん、なんて言うんでしょうかイヤホン越しに聞こえてくる寂しいにすごいあの勇気づけられましたしただ何か何回かあのマッシュとかとはあのご一緒した,したんですけど、うん、なんかこことここがめちゃめちゃ熱いこうやり合いみたいな感じなのがマッシュとランスってどっちかというとどっちも どれだけ冷淡でいられるかっていうか、まあ、淡々としていられるかみたいな勝負で小林君すごいのがずっとブレないんですよねちゃんと淡々と怖っていうツッコミをしたりして <laughs> でもやっぱりこうなんか僕欲が出ちゃってちょっとこう熱が入っちゃったりとか、うん、こう強めのツッコミをしちゃったりとか感情がちょっと出過ぎちゃうことがあったんでかなりこう「いやりすぎやりすぎやりすぎ」すぎすぎって言われ続けてましたね。 <laughs> <ー>たまに一緒したらめちゃめちゃディレクション食らってるっていうなんかちょっと恥ずかしい感じ<笑><笑>いや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 ,いや <laughs> あでもそうなんですねその抑えてっていう場合もあるんですねそうですね、うん、でここの二人は割と抑えることの方が多いんじゃないかなそうですねやっぱりお芝居しないでって言われますねなるほどお芝居しないでもうシンプルなままでいいよみたいな感じですか。かそのほううととかかっっっってててて飛べっていうのって、まあ、命令してるからちょっと そういういいお芝居じゃないですか命令するとかこうきに対して掛け声を発するみたいなそれしないでって飛べってやってほしいってい, <laughs> いっていうみたいなあんま掛けないはいもう淡々と何の感情も持たずにやってほしいっていうのとかは多かったかもしれないですねマッシュらしさそこがマッシュらしさなんですねでも逆にそのレモンちゃんみたいに執着するものに対してはシュークリームとか仲間とかおじいちゃんに対してはちゃんと感情を出していくっていうまあバランスみたいなのは 測ってもらいましたけど、うんまあある意味そういう表現をしないお芝居がやっぱ絶妙でしたねいやー難しいんですよ本当にいやすごいなと思ってました僕はこうグラビオルっていう呪文を使うんですけど<ー>こうグラビオルっていうのが僕,もた僕は淡々とやりすぎて今のちょっとかっこよくなかったかな <laughs> <ー>逆にさグラビオルいや俺の声かっこいいからかっこいいだろと思った <laughs> <laughs> 絶対の自信。<laughs> 強気 データ分かりましたっつってめちゃくちゃグラビオルってやってやりました。めちゃ決めるところは決める。決めるところは決めました。今一瞬おって言ってくださって人はありがとうございます。グラビオル。あはやめて取らないで取らないでよ。取れるの？これしかないの。いやいやそんなことないでしょ会長。一発屋みたいな発言を売れ続けてます。か